道元食品。ただいま。ということで今日はですね、このニュースですかね。松本人志氏が裁判に注力するために、当面活動休止をするという記事であります。僕は正直驚きました。僕は先週ですかね、12月の21日発売の週刊文春ですかね、あれの記事が出た時に僕の YouTube で訴訟するべきだと、事実無根であれば正々堂々と、そしてまた粛々とですね、こういうものは訴訟した方がいい、訴訟すべきだということを申し上げました。ただこの名誉毀損裁判っていうのは非常に難しい裁判でありましてね、私も経験ありますけども、前の YouTube でも喋ってますけども、でなかなかこう踏み切れないんですけども、よくぞ英断していただいたと思いますね。でこれって僕は正直芸能活動をやりながら、タレント活動をやりながら、片や裁判を並行してやっていくのかなと思ってたんですが、一回活動休止して裁判に集中したいというような本人の意向だったと報道されてますけども、まあまあまあ、それもありかなとは思いますね。で、前の YouTube でも申し上げました通りに、まあこういうのはですね、書かれた側が大体泣き寝入りをして、ですね、過ごす場合が多いんですよ。で、そこに毅然とですね、これ立ち向かうっていうのは非常に私は、素晴らしい姿勢じゃないかなと思っております。はい。で、前の YouTube でも申し上げました通りに、日本の名誉毀損裁判というのは非常にしょぼいんですね。大体、こちら側が、訴えられた側が、訴訟して、完全勝訴しても、200万か300万の損害賠償なんですよ。こんなもん、弁護士費用も出ないっていう話なんですね。ですから僕はもう、前の YouTube でも申し上げました通り、やっぱ、数千万、あるいは数億、場合によっては、十数億、数十億というですね、名誉毀損、損害賠償が、認められるべきではないかなという派であります。ですから今回松本人志氏のこの行動というのは私は高く評価しますね。ですから、損害賠償請求額を数億円、あるいは十数億円、下手すると数十億円ぐらいの設定で、訴訟していただけないかな。つまりこれで勝訴して損害賠償額が高くというのが判例ができると、もうこれはですね、歴史に残る裁判になるわけですよ。それで書き手側もですね、その週刊誌だとかそういった、まあ、イエローメディアって言いますかね、そういった側も、書くときには慎重に取材をするという姿勢になっていくと思うんですね。ただですね、この名誉毀損裁判というのは、真実相当性があったかどうかっていうのが一つのポイントになるんですね。つまり、週刊文春側がきちっと入念に取材しましたよ、綿密に取材しましたよ、そして真実に足る事実だと判断したので報道しました。もうここをね、週刊文春はついてくると思います。これはもう定石なので。で、真実相当性っていうのは、真実に足る事実があった場合の報道であれば、事実無根、そういう事象はなかったかもしれないが、なかったとしても、真実相当性が認められれば、これ名誉毀損にならないんですよ、実を言うとね。そういう場合があるんです。ですからこれ非常に難しい、裁判になると思います。でもそうなった場合ね、真実相当性が認められて名誉毀損にならなかった場合、名誉毀損じゃなかったですよって事実だけが前に出て、とすると松本人志氏は、巣はそういう事実があったのかというようなイメージで、まあ誤解というか錯覚で見られるんですね。だからこれはちょっと非常にね、難しい部分がある。そしてまた僕も裁判やりましたけども、ない証明、そういう事実はありませんよという証明。これはいわゆる悪魔の証明ですね。未知の証明と言いますけども。そういうことをしなきゃいけないですね。私はやりました。はい。これはなかったんだと。
ありえないことだったというのを証明、させていただきました。まあ、これを証明できるかどうか。で、週刊文春側は、まあ、自信を持って書きましたと言ってますから、おそらく2の矢、3の矢、客観的な証拠とか物的証拠もおそらくあるのかもしれませんね。で、これは裁判になったら、もし裁判になったら、その証拠が、提示されると思います。もちろんそこには、証人尋問として、その訴えた女性、被害者と、自分で言っている女性とか記者だとか周辺、まあ、小沢くんなんかもそうですかね。で、裁判になれば証人尋問で被害者とされる、まあ、被害者と本人がおっしゃってるんでしょう。その女性も裁判に出てくるのか出てこないのか、これセカンドレイプの可能性が懸念されるというような事情もあります。非常にデリケートな裁判になると思います。それで今回の記事がですね、どれだけの公益性があったのかってですね、公人、準公人、おそらく松本人志氏等々は準公人に、類される方なんですけども、その公益性ですよね、がどれだけ認められるか、あるいはプライバシーの保護、プライバシーの侵害という視点もありますね。まあ、そういったところでどういうポイントで戦っていくのかというのは、今後の課題だと思いますね。まあしかしですね、裁判長引きますよ。で、一審が多分1、2年ぐらいかかって、それでおそらく一審で松本人志側が勝訴したとしても、控訴、上告ということになってくると思うんで、4、5年はかかるんじゃないかなと思います。でも僕はやるべきだと思いますね。まあこれはもう本当に何回も言うように名誉毀損裁判の歴史を変えるんじゃないかなと思います。これは法律を変えるんじゃないかな。この裁判によってですね。でもそこまでしていただきたいと思っております。で、これを被害者の方が刑事告発するのか、それとも民事で終わらせるのかっていうのもちょっとポイントですよね。性被害を受けたということを、まあ、公然としておっしゃるんであれば、それなりの証拠が必要ですよね。例えば、当時の、診断書だとか、防犯カメラだとか、動画だとか、その録音の、まあ、された、会話の内容だとかですね。まあそういう客観的な証拠、物的な証拠、そしてご本人の証言というのが必要だと。これは刑事裁判の場合ですね。で、民事でも同じような証言が必要になってくるんですけども、これはですね、客観的な証拠がどこまで出てくるのか。おそらくはですね、現時点で和解とかですね、示談とかいうことは想定してないんでしょうから、もし和解とか示談を想定しているんであれば、もう、訴訟を取りやめて訴訟になる前に相手方と話し合いということになったと思うんですね。で、それをしないということは、私はやはり松本人志側に相当な自信があるんじゃないかなと思っております。ですね、これはもう本当に証人の女性の方がどこまで証言するのか、あるいは他に、証言する女性たちが出てくるのかどうなのか。で、そういう証拠はどうなのか。週刊文春側ですね。で、何回も言うように松本人志側はですね、ないことの証明、悪魔の証明、未知の証明ですね。そういったことになるんじゃないかなと思うので、非常に、ハードルは高いと思うんですが、諦めずに頑張っていただきたいと思います。今回のですね、これはですね、一連のですね、裁判は僕はドキュメントの動画とか、あるいはドキュメントの映画、あるいはその本にしてこういう裁判をしました。つまり痴漢なんかもそうなんですよ。冤罪でものすごいですね、疲弊したいわゆる被害者加害者の方たちが痴漢をしてですね、で痴漢をしましたって言って、その方が普通のですね、男性のあるいは女性でもいいんですけども、痴漢をされましたって訴えてですね、それに人がしてないという冤罪ですね。この僕、裁判の記録をずっと読んだことあるんですけども、悲惨ですわ、本当に。本当に疲弊していきます。でもこれ重要なんですよね。この人は絶対に痴漢をしてないとおっしゃる。それをずっと証明していくですね、大変な労力、エネルギー、コストがかかるんですけども、これはですね、諦めずにやっていただける。たらいいなと思います。今後ですね、書き読、書かれ損というのが起きないように、そしてまた名誉毀損がいかに重たい罪であるかということをですね、周知のもとに、するためにもですね、ぜひ、頑張っていただきたいと思っております。はい、今日は、これぐらいですかね。また進展があったら、これに関しては、
もう最初に私、12月27日に、文春が発売されて、翌日にはちょっと僕コメントを出させていただいて、私もあの経験者ですので、その立場でね、発言をさせていただいたので、これは今後のですね、まあ、裁判になるのかならないのか分かりませんけども、裁判になった場合の行方とかですね、プロセスなんかをですね、注視していきたいと思っております。ということで、今回はこの辺で。ただいま。あと一つ言い忘れてました。あの担当弁護士なんですが、僕は弘中先生がいいと思います。僕もお世話になったんですが、弘中先生、本当すごいですよね。で、あとやっぱ橋本弁護士。彼はね、ぽやーっと一見してますけども、なかなか優秀、切れ者ですよ。鋭いですよ。んで、相手方の女性の担当弁護士が、泉房穂氏、前明石市長の泉さん、泉さん対橋本さん、これはね法律的にね見応えがありますよ、松本裁判。それではただいま。